どうも、薮田翔一です。ベートーベンのことを勉強していると、時々出てくる言葉、絶対音楽。絶対音楽とは何でしょうか？簡単に説明すると、ベートーベンのピアノソナタのような音楽のことです。ソナタ形式のように、形式がはっきりしている音楽のことを言います。テーマを展開して、構築して、ここには詩や物語や情景描写はありません。音楽に形式があり、内容があり、思想がある、そういった音楽のことを言います。バッハ、ベートーベン、ブラームス、この3人がクラシック音楽の中心的な流れを作っています。三大 B とも言われる3人の作曲家ですが、共通するのは絶対音楽です。絶対音楽に対して表題音楽というものがあります。表題音楽は歌詞や物語がある音楽のことです。時々、絶対音楽は表題音楽より高尚なもの、崇高なものと言われることがあります。でも、音楽のスタイルが違うだけで、どちらが偉いとかすごいとか、そういったことはありません。どちらかに分けれないような音楽も存在します。一曲の中で絶対音楽、表題音楽の両方の要素があることもあります。皆さんはどちらの音楽が好きですか？